今日から新型コロナウイルスの感染症法上の分類が5類に引き下げられ、3年以上に及んだ対策が大きく転換しました。感染症法上の新型コロナの分類が今日から季節性インフルエンザなどと同じ5類に引き下げられたことを受け、道庁では今朝ロビーに設置された検温器と消毒器が撤去されました。今後は外出の自粛要請や濃厚接触者の特定はなくなり、感染対策は個人の判断に委ねられることになります。またこれまで無料だった検査や外来の医療費については原則患者の自己負担が生じます。自分的にはまあ変わんないでマスクしてようかなと思ってますね、はい、今まで通りかなって思います。気をつけることは気をつけるし。道は午前11時から新たに設置した感染症対策連絡本部の会議を開き、今後の体制や新たな感染症が発生した時の対応について協議しました。